どうも、プチプラのじゅんです。今回はですね、ザラの購入品紹介ということで、今ザラでサマーセール開催中なんで、パンツとかトップスとかグッズが安くなってるわけですね。で、こちら3点買ってなんと約1万円でございます。めちゃくちゃ安い。普段ユニクロとか GU 買うこと多いんだけど、ザラあんまりね、買わないんですよね。いや、ぶっちゃけ言うとザラで買ってもなかなか着ないなみたいなのが多かったりとかして、まあ、ザラの全体の印象としたら値段ちょっと高ないみたいな、ユニクロとかよりも値段ちょっと高いよねと。さらにデザインがド派手だったりするわけですよね。なんかユニクロだったら究極の普段着ライフウェアいうことで、まあどなたが着ても大丈夫みたいな万人受け、そのベーシックな T シャツとかパンツとかさ売ってるわけじゃないですか。ところがザラは、まあ、スペインのブランドっていうのもございまして、めちゃめちゃ派手やみたいな、顔の濃いスタイルのいい海外の方来たらそれは似合うやろうなみたいな、めっちゃ奇抜なそういうデザインのものが置いてあったりするわけなんですね。だから買っても着なかったりみたいなのが多いわけですよ。どうやってコーディネート組んだらええみたいなね、そんな感じ。後ほどですね、3コーデぐらいご紹介するんですけど、最初さ、なんかコーディネートをザラザラで組んでたんよ。上下ザラザラでコーデ組んだら、なんかちょっとやばいなみたいな。その NG コーデもちょっと時間あればね、ご紹介しますけれども、ちょっとやっぱね、コーデむずいっていう印象はあります。ってことで、まず購入アイテム。1点目、じゃじゃーん。こちら商品名、アシッドウォッシュカーゴデニムパンツ。元の値段が19,990円なんだけど、今 63% オフで3,990円。やばない。4,000円だから、さすがにさ、1万円の定価ではなかなか買えへんや。かっこいいんだけど、高いなと思うんだけど、4,000円やったら買える値段やない？で、しかもさ、このめっちゃかっこいいデザイン、なかなかね、ユニクロとかGU では見ないかなと思うんで、アシッドウォッシュいうことで、このさ、足の下のところとか、白黒のなんかこう、斑点のような、牛柄のような、このウォッシュ加工風合いがたまらんのよね。まあ、今年のトレンドもやっぱりワイドデニム、ワイドカーゴパンツ、ワイドスラックスやと思うんだけど、これはそのいいところを2つブレンドした。カーゴパンツとデニムのいいところをブレンドしたような、ミックスしたようなアイテムなんですよね。素材はデニムなんだけど、サイドにポケット、カーゴパンツのポケットが付いてて、めっちゃ可愛いやん。なんかね、ザラでめちゃくちゃね、人気のカーゴデニムもあるんすよ。なんかこう、薄いブルーと、あと薄いグレーかな。それはまだね、定価で1万ちょいとかだったんで、みたいな、さすがにちょっと高いしなーということで見送ったんよ。で、GU でも、めっちゃかっこいい、そのスーパーワイドカーゴパンツのデニム版みたいなの発売されるやん。今は結構トレンドかなと思うんだよ、デニムカーゴって。こちらね、シルエット見ていただくと、股上結構長めなんよ。これでしかも、太ももワイド、リラックスシルエット、で、裾もそんなテーパードかかってなくて、めちゃくちゃいい形なんだよね。程よいワイドシルエット。極太までいかないんやけれども、もっとリラックスシルエットって感じ。ウエストのディテール見てみると、まずボタンですね。こちらザラデニムのボタンがあります。これ別に鉄じゃないんかな？なんか安っぽい感じはするんだけど。で、さらにこちら YKK の安心チャック。で、ベルトループついてる。内側は紐とかついていない。あとこちらリベットとかも基本使われてはいないんですよね。で、ポケットなんだけど、内側もなんかこう、ウォッシュ入ったようなかっこいいデザイン。で、後ろ側見てみると、こんな感じですね。パッチはないんだけど、パッチついてましたよ、みたいな、そんなね、跡みたいなんがあるんだよね。なんかステッチだけあるんだよね。ほいで、ホームベースみたいなポケットになっております。あとね、生地は結構分厚めなんよね。だから夏は若干暑いかもしれないけど、まあ、オールシーズン履けそうだな、みたいな感じでございます。まあ、とにかく、これは太さと、このアシッドボッシュ、この感じにめっちゃ惚れた。じゃあ、後ほど着がお見せいたします。続いて購入アイテム2点目参りましょう。じゃじゃん。ベストでーす。こちら商品名、シルバーフィニッシュユーティリティベストでございます。元の値段が7990円。ちょっと高いなーって値段なんだけど、50% オフ、3990円でーす。なんかさ、シルバーの服、ちょっと欲しいなーと思っとったんよ。そんな中で見つけたベスト。なんかすごく頑固いくなー。ベストもさ、買っても着ないこと多いんだよね。夏にベスト着たらなんか暑かったりもするしなーと思ったんだけど、なんかノースリーブの例えばタンクトップだけやと恥ずかしいけど、タンクトップにベスト着たらありじゃねっていうことで、ちょっとね、試しに買ってみた。ちなみにさ、ザラってなんかこういうネフ、まあいいや、
私素材はなんか表がナイロンっぽい素材かな。これで内側がポリエステルの素材になってるみたいでございます。もうこうシャカシャカーとした感じ。しかもなんかめちゃくちゃポケットいっぱいあるんだよね。これお腹のところ。で、さらにここもフェイクじゃないんだよね。ちゃんと物入れれるようになってるのよ。まあ元の値段8000円ぐらいするし、しっかりしてるわな。この辺にもポケットがいっぱいあって、ほんとユーティリティ。魚釣りとかする人、こういうのありかもしれないですよね。いっぱいギアとかそういうの入れれるもんね。だからスマホとか財布も入れれるし、手ぶらでね、出かけれることをできるかもしれん。で、前もチャックついてるんで、前閉めることもできるし。後ろ側見てみると、こんな感じです。ちっちゃいパーツついてたり、なんかディテール可愛らしいんだよね。これはさ、全身グレーコーデとか、全身シルバーコーデ、全身ホワイトコーデの時とかに使えそうかなみたいな感じ。ちょっとね、挑戦的なアイテムではあるよね。そして購入アイテム3点目、じゃじゃーん。こちらセーターでーす。これに関してはもう商品ページなかったんだけど、テクスチャーニットポロシャツかなと思います。もうなんだろう、昔のやつなんか知らんけど、商品ページなかったんよ。しかもさ、ザラあるあるなんだけど、こういうさ、値札のやつに商品の名前が全く書かれてないんですよね。サイズ、M サイズで、元の値段6990円なんだけど、1990円に値下げしております。めちゃくちゃ安いやん。ちなみにここ、商品番号あるじゃないですか。この3991すらの416っていうので検索すると、まあ、出てきたりします。ザラのサイトとか、ザラのアプリでね。で、M サイズでいけるのかなと思ったんだけど、試着してみたら意外といけるよ。やっぱその海外サイズチューンすか？しかもまあニットだしセーターいうことで意外といけるんよね。着丈もなんかね、ええ感じ。お尻半分ぐらいな感じだし。で、身幅はややジャストめな感じ。袖の長さもまあまあいい感じ。こうドロップショルダーだし、全然いけるやーみたいなやつでございました。で、白じゃなくて、ちょっとこうオフホワイト、ベージュ寄りな色味もめちゃくちゃいいやーみたいな。で、結構透けてるんよね。ざっくり編みだから。だからタングトップとか着て涼しげに着れんのかなって感じ。で、襟部分は、ポロシャツのタイプになってるわけだよね。だから上までギュッと締めてもいいし、ちょっとこう全部開けて涼しげにヘルシーに着てもありなんかなって思った。夏は暑いからさ、普通に T シャツ1枚で出かける人もいると思うんだけど、こう長袖のニット着てると色気が出て、ちょっとエロくて、めっちゃおすすめなんよね。かっこいいよね。合コン行く方とかもだし、デート行く時とか、めっちゃおすすめ。ってことで、こちらのアイテムの着画とコーディネート、行ってみましょう。1コーデ目、ニットポロ着てみました。こういう感じで、黒のカーゴパンツ、これユニクロのレディースなんだけど、と合わせると、大人めな感じ、綺麗めカジュアルな感じで、めちゃいくなぁ。で、これ、スケスケっていうか、穴が開いてるから、こんな感じでタンクトップも透けて見えるし、で、涼しい。暑苦しくないから、意外とありかなぁ、みたいな感じ。もうセール品なんで、もう在庫ないかもしれないんですけど、似た商品はね、全然いっぱいございます。2コーデ目、カーゴデニム履いてみました。これはね、買ってよかったっすね。結構かっこいいデザインやない？カジュアルっちゃカジュアルなんだけど、色がさ、もう白黒だから、こうで組みやすいんですよね。こんな感じで、黒のスニーカーに黒のジャケットとして、中に色味のある、これ GU のやつですけど、スウェティーなんやけど、合わせてみました。めちゃくちゃかっこよくない？シルエットもいいよね。パンツのシルエット見ていただくと、股上がみ長めで、程よい太さ。これで丈が結構長めなよね。ちょっとこう腰履きに近い感じで履いてるっていうのもあるんだけど、結構ね、丈長め。やっぱザラって外国のやつだから、スペインのやつだからか知らんけど、着丈結構長めだよね。こんな感じでワンクッション持たせて履くのもありかなと。これしかも黒のスニーカーという、なんか相性いいんだよね。このズボンの下の方がさ、なんか黒色のカラーだから、ね。で、アウター脱ぐとこのような感じ。シンプルにこう T シャツ合わせるだけでも、めっちゃかっこいいよね。パンツが存在感めっちゃあるやんか。こう、カーゴパンツの要素もあるし、すごい存在感あるから、トップスはね、全然シンプルでいいなって思いました。いや、これは買ってよかったわ。で、3コーデ目。一番コーデむずそうだなと思った、この銀色のベストなんだけど、白のそのパラシュートパンツ、そして白 T と合わせたら、意外とね、普通だよね。で、ニューバランスのグレーのスニーカーと、こう、色味近いしさ、あ、意外と、このホワイト系のコーディネートにいけんだなって思いました。で、最後にちょっと NG コーデもご紹介します。
全身ズラコーデデニムカーゴにセーター合わせてみたんだけど、悪くはないけどちょっとゴテゴテ感がやっぱ悪くないっすか。主張が強いって感じ、なんかこう天下一品みたいな、こってりだなって感じがするんやね。そう、なんか上も下も主張が強いから、これはちょっとなしかなーっていうことになりました。そして NG コーデ2つ目、今度シルバーのベストにあのデニムカーゴ合わせてみたんだけど、なんかポケット多くねってなったんだよねなんかちょっとね、やっぱトップスとボトム両方ゴテゴテしちゃうなーみたいな。いいんだけどちょっと主張強すぎて、これもね罰になりました。ラーメンでいうところの夢屋台みたいな、ちょっと味濃いなー、うまいんだけどちょっと味濃いなー、毎日はいいかなーっていう、そんな感じ、個人の見解です。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかね、一個一個はデザイン性があって、まあ、めっちゃかっこいいんやけれども、コーディネートやっぱりね、難しいって印象ございました。ちょっとなんか上級者向けだったりするんかなみたいな。高校生、大学生が安易に買えるブランドじゃないような、そんな気がしました。ブラックとかだったら、全身ブラックだったらもっとね、コーディネート簡単かもしれないですけどね。しかも価格がさ、元ね、結構どれも高いんよ。普通に1万超えてきたりするものも全然あるんで、このサマーセール、お得な期間、お見逃しなく。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録、通知音、高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。